攻撃点はそのまま京都サウスベアーズ。攻守方向を変わりまして、京都サウスベアーズ画面向かって左から右に攻める形に変わります。京都サウスベアーズセカンドダウン9、ボールオンは自陣35ヤード。セカンドダウン、さあランプレーから入ります。ランニングバック22番にハンドオフしまして、左オープン展開、そこから縦に22番切り上がりまして、約6ヤードほどゲインとなっています。キャリア22番は富田です。京都サウスベアーズサードダウン、京都サウスベアーズサードダウン3、ボールオンは自陣41ヤード。ファーストダウン獲得まで残り3ヤード。中央へのランプレー、ファーストダウン、ナニバック42番ハンドオフから中央突破、その体をねじ込むように攻撃権更新を果たしております。京都サウスベアーズファーストダウン、見事パワフルなランプレーで攻撃権更新しましたのは42番の高橋でした。さあ攻撃権更新となっています。京都サウスベアーズ自陣46ヤードからのファーストダウン10。クォーターバック17番ハンドオフから右オープンへランプレー、相手の裏をつくように左オープン展開を図り、約3ヤードのゲインとしています。ゲインは3ヤード。京都サウスベアーズクォーターバック17番は中村です。ディフェンスライン55番三田和樹、これを仕留めましたのは金沢ワイセンブルグの55番の三田でした。京都サウスベアーズセカンドダウン、京都サウスベアーズセカンドダウン7、2回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は7ヤード。パス不成功。クォーターバック17番右に展開しはワイドレシーバー9番にパスを投じましたが、このパスはコントロールミス、パス不成功によりパス失敗でサードダウンに変わります。さあ3回目の攻撃は果たしてどのようなプレーを選択するでしょうか。京都サウスベアーズボールオンは自陣49ヤードからサードダウン7、インターセプト、ターンオーバー、攻守交代。ここでクォーターバックはパスプレーを選択しました。レシーバーに届くかというパスを、それをもぎ取るように奪い取ったのは金沢ワイセンブルグ9番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、素晴らしいインターセプトで攻撃権ダッシュ成功しましたが、金沢ワイセンブルグ9番の岡村、攻撃権は金沢ワイセンブルグに変わります。さあ攻撃権を奪い返した金沢ワイセンブルグ、ボールを自陣40ヤードからのファーストダウン10。さあ抜けている、届くか、まだ行く、ナイスファーサー、ランニバック42番ハンドオフから左オフタックレのランプレー、そこから左にバーンアウト、相手ディフェンスを振り切り一気に独走、大きくゲインを奪いましての攻撃権更新です。金沢ワイセンベルグファーサー、素晴らしいランを決めたのは金沢ワイセンベルグ9番の岡村でした。失礼しました、42番の尾崎でした。39ヤードのランでファーストダウンを獲得です。さあ一気に相手陣21ヤードに入りましての数はワイセンベルグファーストダウン10。さあここでハンドオフ上からクォーターバック自らキープ、裏をつくようにランニバッククォーターバック9番8番が右オープン展開し、約8ヤードから9ヤードのゲインとしています。9ヤードのゲイン、
見事なランを決めましたのはクォーターバック8番の江畑でした。北様、ワイセンベルグディフェンスによく踏ん張っている、その踏ん張りがオフェンスにも乗り移ったからな素晴らしいプレーが現在展開されております。金沢ワイセンベルグセカンドアンドクリー1ヤード、ボールオン相手陣12ヤード。さあここでカウンターのダイブプレーを展開しようとしました。しかしこれは京都見事対応しておりまして1ヤードロスに変えています。岡村みなみがボールを持ちましたが、京都サウスベアーズディフェンスの集まりもよく1ヤードロスをしています。さすが京都も手だれのチームです。このプレーを許せませんでした。カーサーワイセンベルクサーダウン2、さあ抜けた、ナイスファースト、ランニングバック42番アイフォーメーションからハンドオフを受けました。左オープンに展開、相手のディフェンスの裏をつくように左オフタックル好奇心しまして攻撃権更新です。金沢ワイセンベルグファーサー見事攻撃権更新を果たしました。ランニングバック42番は尾崎、ファーストダウン獲得。さあ相手陣4ヤードに入って金沢ワイセンベルグファーサーン2ゴー、残り4回でこの4ヤード突破を図ります。振り切った、飛び込んだ、タッチダウン。ここでランニングバック42番にボールを託しました。相手ディフェンス殺到する中、そのタックルを見事振り抜き、そのままエンドゾーン飛び込んでタッチャー。ランニングバック42番尾崎康介をボールを持ち、左金沢ワイセンベルグタッチダウンにより6点獲得し逆転となりました。見事逆転タッチダウンを決めましたのはランニングバック42番の尾崎、6点追加。さあここでトライ4ポイントに入るというところですが、ここでイエローフラグ反則が発生しています。交代規則違反、オフェンスペナルティは5ヤード、オフェンスチームの反則です。交代違反、フィールドの中に12人おりました。アメリカンフットボールベンチの人数に対しては原則制限がありませんが、フィールド内は11人以下と決まっております。この反則により5ヤード下がりまして、トライ4ポイントをやり直しとなります。金沢ワイセンベルグトライ4ポイント、フィールドゴールキックトライ。キック成功、1点追加、金沢ワイセンベルグ10点、京都サウスベアーズ7点となりました。23番佐藤海斗のキックが成功し、エキストラポイントさらに先制を許しました金沢ワイセンベルグですが、しかし見事にここで逆転を果たしております。ここまでの得点10点です。面白い展開になっておりました。先制をしましたのは京都サウスウェアズ、しかしそれをすかさず金沢ワイセンベルグが逆転する展開になっております。北野様、そうですね、まずここで、イエローが発生しましたのは交代違反という形ではありましたが、しかしそれにめげず見事にそのキックを決めまして、金沢見事リードを取り返す形になっております。ただいま得点した金沢ワイセンベルグのキックオフで試合再開。先ほど得点を挙げました金沢ワイセンベルグのキックオフで試合再開。さあリターンに入った京都、金沢ナイスカバー、ここでリターン22番リターンに入らんというところでしたが、すかさず金沢41番素晴らしいカバーをしまして、このリターンを阻止しております。見事なタックルをしましたのは金沢ワイセンベルグ41番の黒川でした。22番富田亮が約4ヤードのリターン、金沢勢いに乗ってきたようです。京都これを跳ね返せるでしょうか。
ボールオン自陣24ヤードから京都サウスベアーズファーストダウンテン。24ヤードからファーストダウンテン。さあ中央でランプレー入ったが、しかしこれは金沢止めた。好調なランプレーからまず状況打開図らんというところでしたが、これを金沢70番99番見事に対応しまして、ほとんどゲインがない状態にしております。素晴らしい対応したのは99番の村田、そして70番の宮田でした。さあ京都サンスペアーズセカンダウンナインです。セカンダウンナイン。さらにランプレーいった。ここはランプレーによる突破を図ります。キャリア22番に再び託しました。今度は22番、見事右オフガード付近につきまして約6ヤードのゲインとしています。さあここは力と力の攻防戦に持ち込もうというのか京都サウスベアーズ。ボールオンは自陣31ヤードから京都サウスベアーズサードアンド3。さあランプレー、しかしこれは止めた。三度のラン、今度は42番に託し、この3ヤード突破図らんというところでしたが、これを金沢70番見事にタックルしノーゲイン、フォースダウンに変えます。素晴らしい対応したのは99番の村田、そして70番の宮田でした。ほとんどゲインを与えていません。京都サウスベアーズフォースダウン、パントフォーメーションを取ります。この転がるパントを見事キャッチしターナー24番ボールを確保し、この攻守交代を果たしました。攻撃に変わりまして、今度は金沢ワイセンベルグ自陣33ヤードからの攻撃に変わります。荒川武俊のパント、金沢ワイセンベルグリターナー24番川野純喜がキャッチ。タックルしたのは京都サウスベアーズ32番山下雅樹でした。攻撃権は金沢ワイセンベルグに変わっています。攻守変わりまして、金沢ワイセンベルグ自陣33ヤードからのファーストダウンテン。ファーストダウンテン。これは京都ナイスディフェンス。反則が発生しています。しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。ペナルティフラッグが出ています。さあ反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。オフサイディフェンス、ペナルティは5ヤード、バッター。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。フライングという形の反則です。5ヤードバッタイがディフェンスが追います。従いましてオフェンス5ヤード前進し、ファーストダウン5の状況に変わります。5ヤード進みまして、金沢ワイセンベルグファーストダウン5。さあここでランプレー、今度はアイフォーメーションのテリバックにボールを打たせ、右オフタックルのパワープレーです。相手ディフェンスも集まりましたが、4ヤードのゲインを奪っております。4ヤードのゲイン、ファーストダウン獲得までは残り1ヤード。金沢ワイセンベルグセカンドダウン残り1ヤード、ボールオンは自陣47ヤード。金沢ワイセンベルグセカンドダウン1。これは京都ナイスディフェンス。
ここでクォーターバック8番ハンドオフェから自らキープによって突破を図るというところでしたが、ここで京都ディフェンスイン殺到、最終9番がタックルし、このランプレー阻止しました。1ヤードロスに変えています。見事なタックルをしましたのは京都サンスベアーズ9番の岸。金沢ワイセンベルグサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り2ヤード。金沢ワイセンベルグサードダウン2、ここでランプレーを投入。金沢ワイセンベルグファーストダウン。金沢ここでランニーバック2番にボールを託しました。2番ハンドオフから左オフタックル突破し攻撃権更新です。金沢ワイセンベルグファースター、見事期待に応え攻撃権更新果たしました。金沢ワイセンベルグランニーバック2番の北田、自陣49ヤードから新たにファーストダウン10。金沢ワイセンベルグ自陣49ヤードからファーストダウン10。前半終了まで残り2分を切りました。これは京都ナイスディフェンス。クォーターバック8番がオプションプレーのキープを選択しました。オプションプレーはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーで、 QB がキープを展開しようとしましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。デッドボールファール、パーソナルファール、ディフェンス60が不必要な乱暴行為です。ペナルティ15ヤードオートマチックパーカー、ディフェンスの反則です。アンネスサウリーラフネス、不必要なラフ行為があったという反則です。ここでの反則は、アメリカンフットボールは非常に過激なスポーツでありますが、しかし節度を重んじている競技でもあります。先ほどのプレー過剰な行為があったということで反則となりました。パーソナルファウルは非常に重い反則として扱われます。15ヤードのバッタイとなりまして、従いまして自動的にカラザーファーストダウン獲得です。自動的にファーストダウンとなります。ここから新たに4回の攻撃開始。さあカラザー結果的に相手陣36ヤードに入りましてのファーストダウン、敵陣36ヤードからファーストダウン10。パス不成功、これはナイスパスカバー。クォーターバック8番、ここでプレーアクションからロングパス、一気に相手の動揺をつかんとロングパスを投じましたが、見事なパスカバーを見せまして京都これを防いでおります。金沢セカンドダウンに変わります。北野様おっしゃる通り、京都非常にヒートアップしているかもしれません。しかしここの選手非常に心の素晴らしいプレーを披露し、この状況を何とかしのがんとしております。逆に金沢はこのチャンス何とか生かさんというところでしょう。しかしそのチャンスがありますが、残り時間1分10秒、これを生かせないとこの状況は一旦リセットに変わります。さあパスが通っている、振り切った、どこまで行く、ナイスゲーム、ファースター。クォーターバック8番、ここでランプレーをフェイクにしまして、左オープンへのネイキッドのブーストレック、ボールを密造室を隠すかのようにボールを隠しまして左オープンに展開。ここを京都ラッシュかけ潰さんというところでしたが、振り切ってパスを投じ、見事攻撃権更新を果たしています。金沢ワイセンベルグファースター、見事なプレーアクションでブーストレックからのパスを投じました。クォーターバック8番は江端でした。敵陣24ヤードからファーストダウン10。さあ相手陣24ヤードから金沢ワイセンベルグファーストダウン10。さあ今度は左に展開しました。ワイドレシーバー24番にヒッチパス、そこからキャッチアンドランしまして約5ヤードのゲインとしています。ワイドレシーバー24番川野純喜へのパス成功。ターゲットは24番の川野でした。外へ出ましたので、ここで時計は一旦止まっております。5ヤードゲイン、続いてセカンドダウンの攻撃、セカンドダウン5。さあ残り時間54秒、金沢ワイセンベルグセカンドダウン5。
ここでランプレーを入れた。何枠2番にボールを託しまして中央突破を図ります。しかしここでホイッスル。チームタイムアウト。金沢ワイゼンベルク前半2回目です。金沢ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。ランプレーなどボールを持った選手が中で倒れました場合は時計が回り続けます。金沢ここで時間を失う状況を避けるためにここでタイムアウトを投入しました。プレーは金沢ワイセンベルクのランプレーでしたが、京都サウスベアーズディフェンスタック68番田中優希の下谷さんのメッセージありがとうございます。反則が続いているというのは状況、そして非常に白熱した展開によりまして互いにその状況を把握することが難しい白熱した展開になっているというふうに私は見ております。この点におきましても双方ともに非常に思い入れある一戦という形が伺いしている一戦となっていると私は感じます。サードダウン、ファーストダウン獲得まで5ヤード。さあその前半戦の攻防は残り時間44秒。金沢ワイセンベルグサードダウン5。京都ナイスタック。ここでランニングバック2番にフレアパスを投じ、2番のキャッチアンドランを図るというところでしたが、これを京都32番見事にタックルしまして阻止、フォースダウンに変えます。成功しましたが失礼しました、2番ただ優希のパスは成功しましたが、京都サウスベアーズラインバッター32番、見事にタックルしましたのは京都サウスベアーズ32番、ロスをしています。2ヤードのロス、見事なタックルを決めました。32番の山下の素晴らしいプレーです。ファーストダウン獲得まで7ヤードを残し、ダウンはフォースダウン、ラストダウン。さあここでホイッスルが鳴っています。チームタイムアウト、金沢ワイゼンベルク。ここで金沢最後のタイムアウトを取りました。時間をギリギリまで消費し、ラストワンプレーで前半戦終了、つまり相手に攻撃権を委ねないままこのワンプレーで決着するという展開を選択しています。さあこれによりまして残り時間2分前半ラストのプレーになると思われます。金沢フォースダウンセブンの状況、ボールオンは相手陣21ヤード、金沢キックフォーメーションを取っています。フィードゴールトライ、金沢ワイセンベルフォースダウン、キックレングス38ヤード。ここでホイッスル。チームタイムアウト、京都サウスベアーズ前半2回目。ここで京都もタイムアウトを取りました。京都ここで金沢の集中力を阻害とするタイムアウトをここで取りました。心理戦が始まっております。この時間の使い方、北野様、飛田様、非常にアメリカンフットボールの醍醐味の一つと私は思っております。さらにここでおきまして双方ともタイムアウトを心理戦のカードとして使ってでも注目ください。さあ試合再開、金沢フォースダウンセブンフィードゴールトライ、キックブロック、これは京都ナイスです。京都このフィードゴールをブロックしまして阻止しました。結果的にここで前半戦終了となります。ここで前半終了です。前半ラストプレー、前半終了となりまして京都サウスベアーズ7点、金沢ワイセンベルク10点、金沢3点、ワンフィードゴールリードの形で前半戦終了です。